相当の悪魔は、アリス川アリスが1992年に発表した推理小説。学生アリスシリーズの長編3作目にして、作者の代表作である。本作は、東京草原社の黄金の13の一作として刊行された。本作を含む、学生アリスシリーズは、クローズドサークルもの,の事件が定番であり、本作では佳境の崩落と土砂崩れにより互いに、 陸の孤島と化した二つの村が舞台となる。また、同シリーズでは、エラリー・クイーンの影響を受け、全長編作品に、クイーンの国名シリーズに習って、読者への挑戦が挿入されているが、特に本作においては、読者への挑戦が三度も挿入されるという、かつてない試みがなされている。週刊文春ミステリーベスト1 0 1九9年四位、このミステリーがすごい。 1993年6位、20世紀、傑作ミステリーベスト1019位、このミステリーがすごい。ベストオブベスト8位、東西ミステリーベスト1002012年版国内編22位。前作、古藤パズルの事件での昇進により、家出して、高知県の山奥にある木更村に滞在している、有馬マ,マリアを連れ帰ってほしいと、父親から依頼された、 A と大学推理小説研究会のメンバーたちは、木皿村に向かう。しかし、村の住人との間で誤解が生じ、マリアとの面会を拒絶されたため、嵐と闇夜に乗じて村への潜入を決行する。アリスたちは、潜入に失敗し、隣の夏森村に追い返されるが、海よく、潜入に成功した鴻は、マリアとの再会を果たし、 キサラ村の住人たちとの間の誤解も時計は解する。ところが、翌朝、神からの電話を受けた、アリスたちがキサラ村に向かったところ、鉄砲水によりキサラ村と夏森村をつなぐ橋が落ち、互いの村が分断されてしまう。さらに夏森村も土砂崩れにより、外界との交通が遮断されてしまう。しかも、電話もつながらず互いの状況を把握できない中、 キサラ村と夏森村でそれぞれ殺人事件が発生する。こうしてキサラ村では、鴻上とマリアが、夏森村では、アリスと、モ月、織小田がそれぞれ事件の真相を解明しようと推理を試みる。ありがとうございます。